皆さんこんにちは Google Cloud カスタマーエンジニアの木村拓人です5分でマスター Google Cloud 即週シリーズでは便利だけどあまり知られていないサービスや使っているけど使いこなせていないサービスの使い方を短時間で紹介する動画シリーズとなっていますこの動画では i p a s s ツールアプリケーションインテグレーションがお客様のどのような課題を解決するかを 5分間で見ていきます。アプリケーションインテグレーションを一言で言うと、異なるシステム間のデータを GUI で連携できるツールとなっています。業務効率化や生産性向上は重要な課題です。しかし、多くの企業では複数のシステムを使いこなす必要があり、情報共有や連携が課題となっています。 アクセンチュアによると多くのエンタープライズ企業は500以上のアプリケーションを利用しており80%の企業がさらにアプリケーションを追加する計画をしていますそこで注目されているのがアプリケーションインテグレーションですアプリケーションインテグレーションは異なるシステム間を連携させることでデータ共有やワークフローの自動化を実現するサービスとなっています アプリケーションインテグレーションには4つの特徴があります。1つ目にビジュアル統合デザインを利用することで直感的なドラッグドロップインターフェースで統合フローを迅速かつ簡単に構築することができます。2つ目に豊富なコネクターがあり Google Cloud のみならず90種類以上のデータソースに対応しています。3つ目に包括的な タスク、トリガー、データ変換を利用してあらゆるユースケースに対応できます。最後に課金体系として重量課金とサブスクリプションがあり、御社のニーズに合わせて柔軟に選んでいただくことが可能です。アプリケーションインテグレーションを使い出すことで皆様は4つのビジネスメリットを得ることができます。1つ目にローコードで拡張可能であり、 ドラッグドロップやビジュアルインターフェースを用いることで開発者が行動記述することなくアプリケーションを構築できるため開発時間を大幅に短縮しより多くのビジネス要件を満たすことができます二つ目にクラウドネイティブなためインフラストラクチャーの構築と管理にかかる時間と労力を削減し開発チームが アプリケーション開発に集中することができます。3つ目に、アジリティを上げることができ、アプリケーションとデータの統合にかかる時間を大幅に短縮し、ビジネス価値を迅速に実現することができます。最後に、一度作成した統合は横展開することができます。アプリケーションインテグレーションは、お客様の関心事をすべて 包括的にサポートしていますプラットフォームとオペレーションではソフトウェアやアプリケーションを実行するための土台となる基盤や IT システムを運用するための活動やプロセスをサポートしていますグローバルレベルの可用性では世界中のさまざまなプラットフォームとオペレーションで利用できますセキュリティコントロールでは お客様ののデーータをを保護すするための厳格なセキュリティコントロールを提供していますモニタリングとロギングではシステムのパフォーマンスと健全性を監視するための包括的なモニタリングとロギング機能を提供していますオートスケールではワークロードの需要に応じて自動的にスケールアップまたはスケールダウンできます 開発者エクスペリエンスでは開発体験を上げるために統合をデバッグするための様々なツールや様々なデータ形式間の変更を可能にするデータ変換ツールを提供しています90種類以上あるコネクタがあることも便利な点です Google Cloud のデータベースである AlloyDB、Spanner、p o s g r SQL Server、MySQL はもちろんのこと Google カレンダードライブドキュメントとも連携できます。また、昨今の生成 AI の流行りを受けて、機械学習プラットフォームバーテックス a i とも連携ができます。Google クラウド以外であれば、S3 など他社クラウドベンダーや Active Directory、SAPERP、Salesforce といったよく使えるサードパーティーツールも連携できます。もし、 コネクタにないアプリケーションを連携したい場合はカスタムコネクタ機能を活用することで標準コネクタの一部ではないオープン API 仕様のエンドポイントに接続する新しいコネクタを作成することができますデータ変換は業務において重要な役割を果たしますしかし従来のデータ変換は手作業で行われることが多く 時間とコストがかさむという課題がありました。そこで近年注目されているのがスクリプト言語と GUI によるデータ変換です。スクリプト言語と GUI はそれぞれ異なるメリットとデメリットがあり、用途に合わせて使い分けることで効率的なデータ変換を行うことができます。データトランスフォーマースクリプトタスクは データ変変換換用用のスクリプト言語ををいるここととでで複雑なデデーータタ柔軟かつ効率的に行うことができますデータマッパータスクは GUI ベースのデータマッピングエディターを用いて触感的な操作でデータ変換を行いますもし JavaScript を使い慣れている方であれば JavaScript でデータ変換を行うこともできます より詳細に知りたい方向けにアプリケーションインテグレーションの専門家が紹介している動画があります。概要欄にリンクが貼り付けてありますので、良ければ確認していただけると幸いです。ご静聴ありがとうございました。5分でマスター Google Cloud 即週シリーズでは様々なサービスや使い方を紹介していきます。これからもよろしくお願いいたします。